皆さんこんにちは。今回は折り紙を使って可愛いミニ封筒、蝶々の折り紙手紙、箸袋、バスケットの折り方をご紹介します。ホームパーティーの時など折り紙を使っておしゃれにコーディネートしてみてくださいね。まずミニ封筒の折り方です。メッセージカードを入れるだけではなく、お年玉やお心づけを渡すポチ袋としてお使いいただくのもおすすめです。折り紙を三角に折って折り筋をつけたら開きます。反対側も三角に折り、半分だけ折り筋をつけて開きます。折り筋をつけた角を中心に合わせて折り、さらに中心線で折り上げます。両端を中心で重なるように折ります。片方の角をもう片方の角に差し込みます。三角を折ったら完成です。次はお手紙を可愛らしく蝶々の形にする折り方です。先に折り紙にメッセージを書いておきます。では半分に折って折り筋をつけたら開きます。さらに半分の折り筋をつけます。開いて中心線に合わせて折ります。反対側も同様に折ります。開いてメッセージが反対向きになるようにして戻して中心に合わせて折ります。角を三角に折って折り筋をつけます。反対側も同様に折り筋をつけます。開いて中心線に合わせて内側を三角に折り、反対側も同様に折って台形に潰します。三角の角を下に折ります。折り下げた三角の部分を開いて四角に潰します。反対側も同様に折ります。四角の角をめくって角を中心に向かって折り、戻して反対も同様に折って戻します。もう片方も同様に折って戻します。これで蝶々の上の羽の完成です。次に裏返して下の角を中心に合わせて三角に折ります。反対も同様に折ります。三角の部分を開いて角を少し三角に折って
反対も同様に折って折り戻します。さらに裏返して角が上の羽に少し重なるように折り上げます。角を上の羽に差し込んだら完成です。次はホームパーティーなどで活躍する箸袋の折り方です。まず半分に折って折り筋をつけたら開きます。中心に合わせて折ります。開いて折り筋に合わせて三角に折って中心まで折り上げます。上下を逆にして下の角を中心線に合わせて三角に折り、もう一つも同様に折ります。三角を中心線で折り上げて三角の角を下の端に合わせて折り返します。三角の部分をはみ出すように折り上げます。裏返してはみ出した三角を折って向きを変えて下を少し折ったら完成です。最後はお菓子を入れたり小物やアクセサリーを入れても可愛いバスケットの折り方です。折り紙はバスケットの本体と持ち手の部分の2枚を用意し、今回はカッターナイフと糊も使います。まずバスケットの本体を作る折り紙を半分に折って折り筋をつけたら開きます。4つの角を中心に合わせております。さらに1つの角を中心に合わせており、反対も同様に折ります。折った三角の部分に糊をつけて貼り合わせます。真ん中を開いて船型にしたらバスケットの本体が完成です。次に持ち手の部分を作ります。折り紙を半分に折ってしっかりと折り筋をつけます。カッターナイフの刃を長めに出してゆっくりと切ります。切った半分の折り紙をさらに半分にしっかり折って開きます。中心に合わせて折ります。反対も同様にしっかり折りましょう。折った部分を糊付けして、半分に折って貼り合わせます。両端に糊付けをして
本体につけて完成です。4分の1のサイズの折り紙でミニバスケットを作りました。このように四角にアレンジしても可愛いですね。いかがでしたか？折り紙の柄やサイズを変えるとまた違った雰囲気を楽しめますので、お好きな色や柄、違うサイズの折り紙を使って楽しんでみてくださいね。